人おお来た来た来たよしよしよし来たねお来てた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 来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 た43ですね。来た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 。バレてないバレてない。よしよしよし。気をつけて。おい。来た。ほら出た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 。来た。来た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 。来た来た来た。はい、皆さんどうもおはようございます。クーチューブです。今日はですね、十勝の有名ニジマス河川にやってまいりました。でですね、ちょっと若干濁りがあるような感じになるんですけど、今日はセミルアーでスタートしたいと思います。果たして釣れるかな。で、時刻の方がね、今現在12時40分、思いっきり昼間ですね。これ今日ちょっと気温がね、そんなに高くなくて、曇天、曇り空なんで、いけるんじゃないかなと思いますけどね、昼からね。では、スタートしたいと思います。よろしくお願いします。まずはね、コシンブシでいきますよ。あるいか投げれるかな。ちょっと奥なんだよな。ちょっと届かないんでね。二の腕でも投げてみる。理想なポイントがちょっと遠いんですよね。エリート合法ヘビーウェイト。攻めいきます。飛ばせないんだよな。はい、ナムラキスプーン。さすが名もなきスプーンさん、すごいですね。本当に一発だもんな。そうか、スプーンだったかな。わしかもちょっといいサイズ、いいサイズ。やっぱりジャンプルアー当たった。うまい。いやすごいな。はい、名もなきスプーン 6g ブロンズカラーですね。コパー最高です。いや今ね、なんかため作ってたからね、ジャンプするなと思ったんだよね。え、見事にやられましたね。いやーすごい、お見事だ。このスプーン最高ですね。来た。いやー惜しい。すごい二連ちゃん、すごい動いてないですよ僕。ここからフックちょっとでかすぎるかな。これすごいな、このスプーン本当に。ちょっとねボトムにいる感じですよね。本当に低層
転がしててヒットしてるんで、なくしたら困るんで解体したって。なんかここ出そうな雰囲気。ほら出たバレてバレて、やっぱりバレた。なんでだ、面白い。ちょっとフックダメだな、なんか顔交換しようかな。開いとるのかな、でもこういう針だもんな。刺さりは全然いいね。ちょっと曲げてみるか。入ったね。曲げてみました。来た、バレてないバレてない、よしよしよし、気をつけて。おい、バレたいやー、僕バーブレス苦手ですね、本当に。ちょっとフック交換してやりたいと思います。交換しました。スイミングフックスね、チヌバリ返しついてますね。今日も元気にバラしまくりですね。おー、来た。なんだ、またブチッとやられた。いや、やべー、あー、ラインでいかれたな。はい、ライン結び替えました。もうね、名もなきスプーン在庫がもう 4g しかなくなっちゃったんですけど、ちょっと 4g でやってみるかな。ちょっとこの流れで 4g は軽すぎるかなと思うんですけどね。でもまだここ多分魚いると思うんだよな。お、来てた。割れたと思ったんだよな。おっかね。割れたと思ったと抜けるけどね。ジャンプに備えましょうね。ちょっとバーブレスじゃないから多分いってると思うんだけどな。いいサイズだよ、これも。40あるかな。これは取れる、多分取れる。取ったー、やったー、あざーす。これやばいやつでしょこれ大体このパターン逃げられますからね。うん、惜しい。38ですね。レインボートラウト38センチ。ありがとうございます。はい。ヒットルは、名もなきスプーン 4g。なんとか取りましたね。軽いんでね、ちょっとこう流れがある中で言ったら、ちょっと。ここで流して沈ませる時間を、ね、ラグ作ってやってたらなんとかヒットしました。途中ねバレたなと思ったんですけど、テンション抜けてたんでうまくヒットしてくれてましたね。まあ、バブレスフックじゃなかったんでね、良かったのかなと思って、また跳ねた跳ねた。もうちょっとやってみたいと思いますよ。やっぱりちょっと沈み足りないな。
よしよしよし、あー、割れた。今日はね、セミをやろうと思ってちょっとタックルをそれなりにしてきてるんでね、ラインとかも細いんですよね。 0.65 スプーンも全然持ってきてないしね。やっぱりそこですね、そこでヒットするな。ちょっと4グラムじゃ辛いものがあるかな。ちょっと違うスプーンに変えてみますか。確かバックスがあったはず。当たった。ワックスじゃダメだな。人。あっちにも跳ねた。ジャンプに備えて。でもこれさ、なんか違う魚っぽくない？ほれ。ウグマスさん登場しました。ありがとう。やっぱワックスからこれに変えた途端に来るもんな。すごいルアーだよね。ちっちゃいな。これまたあいつじゃない？引くけど。やつでした。やばい、やつタイムになってきた。はい、ウグマスさんです。来た。あれだ。なんでや。ここのニジマス、ほんと針外すの上手ですね。来た。ジャンプ。ジャンプに備えながら行きますよ。危ない。浮いてきた。これもバラしたくないよ。サイズ感そんなにないな。負けてるもんね。こっから頑張るからね。やつね。頼む。結構いいサイズだよ。これ40オーバー。ああ、そっち行った。はい、ありがとう。やったー。43ぐらいありそうですね。はい。43センチ。やりましたー。ふぅ。43センチレインボートラウト、ありがとうございます。
はい、それではね、リリースしたいと思います。ありがとう。はい、名もなきスプーン、これねメルカリで販売してるようなんでね、皆さんもぜひ使ってみてください。とっても素晴らしいスプーンだと思います。まあ、正直言うとね、僕はあんまりスプーン得意な方じゃないのでね、この泳ぎ方は動かし方は僕に合ってるって言ったところでね、ものすごくおすすめですけど、本当にね、いやー今日釣れないな、なんか釣りたいなーとかっていうね、なんか最終手段でもないんですけど、すごい大活躍してくれるいいスプーンだと思います、ね、インスタグラムでもやってますんで、もしよかったら直接ね DM でも送って譲っていただけたらいいんじゃないかなと思います。来たー来たまだまだついてる、まだついてる、まだついてる。え、ついてるよね。あ、ついてる、ついてる。うおいい、ありがとう。ジャンプありがとう。お、頑張れ、頑張れ、頑張れ。あれ取れてない、取れてない、取れてない。ありがとう。イエーイ。はい。よいしょ。35あるね。35センチですね、これね。すごいな。はい、入ってもらいましょう。はい、大丈夫かな。はい、ありがとう。これもこれもすごいんですけど、これ、ほんとこのスプーンすごい。もうなんかミノを投げたくなくなっちゃうね。はい、ということでね、本日の釣りも終わりにしたいと思います。今日はね、ほんと名もなきスプーン縛りで釣りしたんですけど、本当にすごいですね。びっくりするぐらいいい。途中ね、違うスプーンも試してみたんですけど、やっぱりこっちの方が完全に僕としては操作しやすいですもんね。動きがこう手に伝わってくるような感覚っていうんですかね。で、釣果の方は最初のね、結構いいサイズのジャンプバラシから始まって、まあ38、43、35とね、3匹釣り上げましたね。まあ、途中ちょっとウグマスさん、ウグイさん2匹追加しましたけど、ね、でね、スプーンって本当楽しいですね。あんまり本格的にスプーンってやったことないんですけど、今年はねちょっと本格的にやってみようかなと思ってやってますね。これからちょっとあんまりミノを使わなくなるかもしれないですね。それではね、またご次回ご視聴よろしくお願いします。この度はどうもありがとうございました。
っとっとっと、バレたバレた、すごいな。